新宿生活スタートガイド。チャプター3、病院に行くときには保険証が必要。国民健康保険。お腹が痛い。こんな時どこの病院に連絡すればいいのだろう。でも日本語が難しいから、なんて説明したらいいかわからないな。いたたたたたた、友達に電話しよう。ただいま電話に出ることができ。そうか、みんな今仕事中だもんな。いたたたたたた、もうダメだ。誰？僕はアゼリア。アゼリア？顔色が悪いけどどうしたの？お腹が痛いんだ。こんな時どうすればいいの？それは大変だ。今すぐ病院を探そう。でもどこに電話すればいいのかわからないんだ。ここに電話してごらん。すごい、いろんな言葉に対応しているんだね。どこの病院に行けばいいのかわかった？うん、それじゃあ行ってくるよ。ひまわりでは毎日午前9時から午後8時まで、英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語に対応しています。病気や怪我で困った時は電話してください。どうだった？ありがとう、だいぶ良くなったよ。でも保険証っていうカードがなくて、ものすごくお金がかかった。保険証って何かな？日本に住むとき、公的医療保険っていう制度に加入しなかった？した気がする。確か毎月お金を支払わないといけないものなんだよね。そう、こんなカードもらわなかったかな？もらった。けどそのカードって何なの？これが保険証なんだ。保険証があると病院での治療費が安くなるよ。公的医療保険制度については理解してる？よくわからない。でもお金はちゃんと払ってるよ。じゃあ日本の公的医療保険制度のことと保険証について紹介するね。公的医療保険には会社の保険と国民健康保険があるけど、今日は国民健康保険のことを中心に勉強しよう。会社で働いている人は会社の保険組合に確認してみてね。それじゃあ区役所に移動しよう。日本には国民健康保険など公的医療保険制度があります。病気や怪我に備えてあらかじめお金を出し合い、実際に医療を受けた時に医療費の支払いに充てる仕組みです。患者は原則かかった医療費の1から3割を支払えば済み、残りは自分が加入する医療保険から支払われます。へえ、日本にはそんな制度があるんだね。日本に住む以上、公的医療保険に入るのは義務だから、移住するときは必ず在留カードをもらってから14日以内に加入してね。それなら日本に来たときに加入したよ。でも入るだけじゃダメなんだよ。毎月保険料の支払いがあって、それを支払わないと財産を差し押さえられてしまう場合もあるよ。え、そうなの？ちゃんと払っててよかった。みんなが支払ってくれたお金がその医療費のサポートになるんだよ。保険料はみんなの支払いで成り立っていて、保険料を支払わないと医療費のサポートが受けられなくなってしまうんだよ。わかった、サポートが受けられなくなるんだね。保険料の支払いが難しい場合は、早めに区役所の国民健康保険担当に相談してね。保険証は大切に、身分証明書にもなるから大事に保管してね。もし持っていなくても、住民登録をしたときに一緒に手続きをしておけば、病気になったときに困らないよ。病院へ行くときは必ず保険証を持っていくようにしよう。自分では病院に行けない大きな病気や怪我のときは、119、119番に連絡してね。119番は救急車と消防両方の番号でもあるから、慌てず救急か消防か伝えよう。わかった。保健医療情報センター、ひまわりと救急車、スマホに登録。よかったね。え、アゼリア？アゼリア？病院？もしもし？もしもし？すみません。